はい、皆さんこんにちは。今日はですね、腕のトレーニングやってきます。多分しゅんさんとやることになると思うんで、皆さんぜひお楽しみに。それじゃあ、腕トレです。パートナーはカネキンフィットネス。腕一番つまらない僕的には楽しいんですけどね、瞬間的にはつまらないみたい。腕トレーニングにスーパーセットをいくつかやって、その後に単体の種目をやる。で、最初はこのほぼウォームアップの種目なんですけど、もうでチャチャチャってやって、チャチャチャってやって、これ鈴木社長からいただいた検査用のバーで、すごく程度よくなりますよ。で、ちょっと内側を持ってバイセプスの外側でやる。大概に沿ってバイセプスの外側弱い、特に授業ちょっとそういう感じ。 OK です。では、こちらはバイセプスの外側。 OK。 パーカー熱くないですか？なんかね、最近は寒い。ただ体脂肪が減量で、でなんかみんな今自分の温度は多分21度ぐらいの体感、いや21度ぐらいで、あでも寒い、21度じゃ寒い。マジか。だから体感に温度を上げるから、もう温度上げるとみんなが文句言うから、ブツブツ言うこっちで。なるほど、自分が調節。おじさんになってきたまだ早い。まあ特にこうやってやってっていうわけじゃないし、慎太郎は腕でかいし。いやいや、トータル的には負けてます。もう分かんないじゃん、出てみないじゃん2年前から一緒に戦ったの3年前ですよ。3年前でしょ。3年で人変わるから。まあまあまあ、まあ、ちょっと最後はこうやってひねる感じ、うん、で体にまで寄せる。大体20レップやったら、もうすぐに反対側に作ってバイセプスを20レップぐらいで、まだ2セットじゃないですけど、まあ全部ゲームセットまで20レップで作り上げる。しっかり可動を全部使って、うん、腕がでかくなると気痩せしないんですよ。肩があるから気痩せはしてない。いや気痩せする。めっちゃ漏れないように取ってあげる。腕で返すとって自然と入るね。すぐかもしれません。ね。内側持って、もう親指とこことこの3つの指で上げる感覚。スピネ、あ、まあ、バーだからスピネートできないけど、スピネートしてるような感覚。もうあと次が本番、まだウォームアップかな。これが次が本番。じゃウォーミングアップ2セットやって、次からメインセット。メインセットは、いや、だんだん考え方も変わって、ウォームアップセットもメイン、なんかメインセット、あなんかウォームアップセットもレッポを本気でやる。確かに確かに。でもメインセットっていうのは多分重量は一定で、うん、まあ、アセンディングもディセンド、アセンドもディセンドもしない、まあ、これこうなった時にかメインセットって感じ。そこまでは長いGo!
ワイドにできなかったら手を拳をこうやって一緒にして多少は当たる場所は、外側からちょっと、まあ、ミドルヘッドの方に入りになるんですけど三頭は三頭なので最後の追い込み最後の追い込みでとにかくレプスをこなしてカールがめっちゃ重いカールこれが重いカールをしたちょっとわからない。分からない。いやわかるけど。言われそう。カールって言った瞬間なんかコメント欄にできそうじゃん。ああ。みんなコメント欄こうみんなクレイジーだから。想像力がすごい。間違いない。さすが。20回やった？オッケー。大丈夫、一回前に出れば。確かにインパクトはないからね。めちゃくちゃつまらないと思うんだけど、ここまで見てくれてる方はもう心から感謝してます。今スーパーセット2種目終わって次からまあストレートセットで。ということで、スカルクラッシャーなんですけど、スカルクラッシャーっていうのも。なんかあんまり正確じゃないかもしれない。まずインクラインベンチを使ってやるんですけど、スカルクラッシャーってこの何ていうのこの骨なんですよ。おでこ、うん、おでこがスコアだから当てるからスカルクラッシャー。僕はスイッチを狙ってインクラインベンチでこっちの方にやるからフレンチプレスっていった方が正確かもしれない。フレンチプレスって呼ぶ人いる？フレンチプレスあんまり聞かない。なぜフレンチプレスというのかわからないけど、フレンチってフランスとか関係あるんですか？フランスは、まあ、絶対関係あるでしょ。フランスの誰か、フランスで流行ったんじゃない？本当にだったらフレンチプレスで、ほら、冷やせするでしょ。脱いだらでかい。いや、でもね、自分の場合肘がすごく弱い。多分慎太郎も結構肘が上がる。インクラインベンチの、このトライセップ、フレンチプレス
すごく関節優しいし、ストレッチがすごい入る、うん、自分結構今までずっとそのスクイーズスクイーズも収縮大事にしてて、なかなか腕がでかくならなかった。でも広川さんと1年ぐらい、1年も前じゃないけど、まあ広場にコラボした時に広川さんが、いや、カリフィマストレッチが足りてないって言われて、ちょっと確かにと思って見直して、もうストレッチストレッチをの種目を逆に収縮の種目の2倍ぐらい増やしたら腕が成長してきました、まあ、でかくはないけど成長はしてる、うん、だからでも3頭でかくなってるでしょ、少しでかくなってる、うん、まあまだまだバランス的には小さい、これから OK ですか、はい、やり方は体重も内側の方を持ってもらって、サムレスの方が、ストレッチに入りやすいので、まあ、サムレスで持って後ろに倒れて、頭が結構半分ベンチから、ベンチについてないぐらいの場所から、ちょっとストレッチをかけて、ここからがスタート、ここからで、プレス、そこです、めっちゃ硬い、ドライブ、もう自然とストレッチが入るので今日おすすめの種目、ちょっと軽いのでちょっとウォームアップセットで、背中がやばい、もっとね、頭もっと上にいかないと、ベンチの体、いや全身が、そうそう、そこら辺から、そう、そこがフィニッシュだから、そう、カネキンソングだ、カネキンソング懐かしい、最近みんなパワーグリップとかをコンパウンド種目で使ってると思うので、特にこういった前腕のトレーニングが大事になってくる、なかなかこうやって素手でグリップする機会少ないので、前腕すげー、女性が一番好きなの。本当。それがもうほぼできなくなるまでやったら。この両腕同時にストレートで、ハンマーカール終わって次トライセップス、このベンチ台で超ベーシックな、もう手をかけて、親指は多少、手は多少こうやって内側の方に入れて、なるべく上半身の状態を垂直に保ったまま、ヒップから下までストレッチしてしっかり締める、もうこれ締め最後の種目なので、もう限界まで3種目3セット、もう限界まで3セット、人それぞれ限界違うと思うんですが、大体20、30レップぐらいじゃないですか、肩に目がいっちゃう肩に入っちゃってるのかなこれ週に1回ぐらいは、週に1回やって、これは1回やと、全体に効くくらい、いいね、ベリーナイス。
こういう動きをやってたからなんかね意外とどっかで力が急になくなるよ。もしかしたらプレートをつけた方がいいかも。うん、まあまあ